それから星条旗、ローリングスのロゴが、はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はね、メンテナンスです。メンテナンスです。ほら、うちで購入していただいたローリングスメジャースタイル軟式用ですが、ソフトボールでね使っていただいてます。十分ソフトボールにも耐えうる革ということですね。いいですね、かっこいいですね。野球じゃこれ使えないですからね。素晴らしい。じゃあちょっと掃除していきますね。どうぞ。はい、じゃあやっていきますが、比較的綺麗ですし、まだ腰もしっかりしてますよね。紹介しとこうかな。 GR6ML56 型ですね。軟式仕様でソフトに使われているというパターンですね。そうだな、56型はまあオーソドックスな形ですが、特徴はやっぱりこのカラーリングと、それから星条旗、ローリングスのロゴがペタペタペタって、ね、かっこいいね。一番の特徴はこれ、トリプルウェルティングのものを選択されてる。かっこいいね、トリプルですよ。これは腰が強い。ちょっと重くなりますけどね。はい、素晴らしいな、かっこいいでしょ。ここから行こっか。ちょっと中が汚れてきてますんで、中ちょっときれいにしようかな。クリーナー使おう。クリーナー、こっちまだあったのかな。こっち使おう。よいしょ。どうかな。今こんな感じでちょっとね、泥汚れがついてますけど、これこっちについてくる、いつもやってるやつですね。で、早々にこの浮いた汚れは拭き取ります。あんまりそんなにつかない。じゃあ順番に、やりにくいので取っちゃおう。これで見やすいだね。今こうやったとこね。よし、きれいにしましょう。
はい、綺麗になりましたね。平裏をします。じゃあ全体なんだけどどうかな。あ、ちょっと中の方も、中の方は軍手でよいしょ拭いとこう。よしで、いい感じでポケットできてるかな。うん、まだグリースもしっかりしてるし、あと汚いのはどこだ。全体にちょっと黒ずんでる感はある。どうしようかな。クリーナー使うか、クリーナーやめて、悪くないからな。マルチクリーナーオイルにするか。マルチクリーナーオイルにしましょう。よいしょ、スポンジでいこうか今日は。これ短い、これでいいか。どうだ。じゃあポケットからいこうか。硬くなっちゃったな。
はい、綺麗になりました。ちょっと白は分かりにくいかな。あ、この辺見ると分かるでしょ。ほら、濃色だとね、艶が映りやすいんで、こんな感じにチュルチュルと、はい、綺麗になってます。あとはそうだな、ちょっと叩いて、ベースはどうかな、うん、お客様が来るまでね、型を直しましょうか。いいんじゃないですか。それでは皆さん、さようなら。